先輩がさ、最初にご挨拶に来てくれて、リハーサルの前に、こんな先輩になりたいよって思ったの。あかりもこんな先輩になりたいって思ったことがあって、なんかリゼ先輩が大きめな袋を持ってて、イリオスちゃんたち、母アニバーサリーおめでとうみたいな言ってくださって、ありがとうございますってなったら、これって言って、一人で、なんていうの、めっちゃおしゃれな、なんかお菓子の詰め合わせみたいな、なんか大人おしゃれみたいな、お菓子の詰め合わせセットみたいなのも、なんか一人一人紙袋別になんかあって、なんかもうセンスも神だし、7人分もいただいていいのとか思いながら、あ、リジ先輩かっこいい、優しい、かわいい、好きってなってた。でもあかりがリジ先輩側って考えたら、だって7人も同期がいる中に一人で入っていくのすらまず勇気が必要だし、7人分のなんていうの、手土産というか差し入れというか考えるのも大変だし、しかもね、めっちゃオシャレだったんだよね、マジでオシャレ。どこで買ってるんだろうこの差し入れって思うくらいすごくオシャレで、この間昨日とかに、ありがとうございましたって連絡させていただいて、話しても大丈夫ですかって、許可をいただいたんですけど、その時になんか、お気に入りのお店って言ってて、リズ先輩が。うわ、お店知りたいって思いながら、あかりはね、美味しすぎてバクバク食って、うわ、うめえうめえとか言って、お店の名前すら気にせずバクバク食ってしまったっていう。いや、後々、差し入れがわからなかったら、先輩たちとかの差し入れを参考にするのが正しいんだって学びました。学びました。でも、時すでにお寿司でした。でね、なんか、差し入れで、他の先輩方も来てくださったんだけど、めっちゃおしゃれな差し入れを、なんか、わざわざいいんですかって思ったんだけど、トコ先輩とフレン先輩がめちゃめちゃ可愛いゼリーのなんか宝石のキラキラした差し入れを持ってきてくださって、いいんですかって思って、おめでとうって言ってくださって、好きってなった。いちごが入った、なんかゼリーの、なんかいちごジャムみたいだった。美味しいやつ、キラキラして、美味しいって食べて、後から、どこで買ったんだろうって思いながら、もう食べて、袋も、料金も全部ない。すぐ食べちゃった。ちょっと次からは、ちゃんと見よう。